イスラエルを語る上でマサダを抜かしては語れません。赤塚浩二さんの大和人への手紙の中から読みますね。古代イスラエルの王国が西暦70年にエルサレムを滅ぼされ、逃れた960人ほどのヘブル人が立てこもり、3年間ローマ軍に抵抗を続けた場所マサダ。視界のほとりにある海抜400メートルの自然の要塞で、周囲は断崖絶壁。頂上は平らに切り取られたような巨大な岩山です。この要塞の上に立つと、視界と砂漠が一望のもとに見渡せます。麓から攻め上るにはとても不可能に思え、ローマ軍は周囲を取り巻いて要塞への交通を遮断し、兵糧攻めに入ります。ところが1000人近いヘブル人たちは3年間の間耐えしのぎました。水がない砂漠の岩山の上でどうして生きていくことができたのでしょうか。マサダの砦の上に登ってみると、その秘密がわかります。年間降雨量100ミリ以下の砂漠であっても雨は降ります。そのわずかな雨を一滴も逃さずにすべて集め、桶を伝わって数箇所に作られた貯水タンクにたまるようになっているのです。その水を使い、頂上では農耕をし、牧畜をして自給自足を成り立たせていたのです。なんと驚くべきことに、プールやサウナ風呂までありました。逆境の中で人は不可能を可能に変えてしまうのです。しかしローマ軍も驚異的な土木技術で周りの山を削り取って、マサダに攻め込むための道を作っていきます。いよいよ明日にはローマ軍が攻めてくるという時に、立てこもったヘブル人の民は集団自決をするという悲劇的な最後を迎えます。ローマの奴隷として生きるより、神にのみ仕える誇り高きヘブル民族としてのプライドを選んだのです。今でもノーモアマサダ、マサダの悲劇を二度と繰り返すなが合言葉となっています。マサダの悲劇は2000年も昔の話なのです。僕の民、ヘブル人の真の姿がそこにあります。マサダの近く、死海、死の海へ行きました。マサダは視界に面した崖の上に立つ宮殿兼要塞でした。視界はイスラエルヨルダン川西岸地区です。塩の湖湖面の海抜はなんとマイナス400メートル、地上としては最も低い場所です。私たちは朝5時頃起きて、視界の朝日を見に行きました。視界の塩分濃度は、海水の塩分濃度が約 3% に対し、なんと 30% もあります。そのため、ほとんどの生物は生息することはできません。ミネラルが豊富な黒い泥は、施術や美容トリートメント、皮膚病やリウマチなど、神秘の力があるそうです。私たちは視界の海で泳ぎました。この視界の水が目に入ると救急車騒ぎになるそうです。隣で知り合いのおばあちゃんがバチャバチャしていたので焦りました。視界で泳ぎながら浮きながら見る朝日、格別でした。しかし海抜-400メートルってすごいですよね。視界で塩を採取してきました。顔をつけたらダメなので、足で塩の塊を持ち上げて、ラッコのようにお腹に乗せて塩を採取してきました。それではお聴きください。大和人への手紙、テーマの曲です。
大和人へのお手紙テーマの曲をお聴きいただきました。ありがとうございました。ぜひ赤塚浩二さんの本を読んでみてくださいね。よろしくお願いします。